はい、皆さんこんにちは。ランタナチャンネル、タナです。皆さんはどうですか？ランニングのウェア自体にこだわりとか関心とかってありますか？僕はですね、もともとメーカー勤めだった経験もあるので、そういったところに非常にこだわりがあります。どういう素材がいいなとか、あ、こういう素材がいいなとか、こういうのじゃないと嫌だなとか、こういうカッティングじゃないと嫌だなっていうのはめちゃめちゃあります。はい、使えればいいとかそういう問題ではないです。そういうところでですね、私が昨日買ってきたランニングのウェアをちょっとご紹介したいなというふうに思います。どういったウェアにしてきたかっていうとですね、こちらアシックスのですね、トップモデルのランニングウェアになります。こういうタイプをシングレットというんですけど、このシングレットタイプのモデルをですね、買ってきました。他のメーカーと一つも違う点があるとしたらですね、やはりこの生地感、素材感が全然違いますね。休息感を中心としたモデルになっていて、どうでしょうね、体の通気が悪いかいいかって話をすると、良さそうに見えない生地なんですよ、実は。このウェアの大きな特徴で言うと、シームレスというところで、シームが少ないですね、カッティング、用いているので、着心地はすごくいいと。あと、こういう生地感だと、体にちゃんと密着すればですね、着心地感がめちゃくちゃいいっていうのが、まあ一つ特徴になるわけなんですよ。ちょっと早速ですね、今日、函館ハーフで実は使おうと思ってるんで、ちょっと今早速着てみようと思います。こんな感じですね。体感的な、このまとまりの良さっていうのを、ウェアの特徴としてありますね。ここからここまでのラインに、ここにちょっとこう少し肌にちゃんとこうフィットするようにできている特殊な素材が入ってるんで、通常のポリエステルのウェアだと、ここがこう浮いてヒラヒラしてしまうんですけど、なんかここがちゃんとうまくですね、体のラインにうまく張り付いてですね、体全体のウェアとのこうブレ、ここの間の空気感っていうのをなくしてます。ただですね、まあ慣れないとひょっとしたらこういうのって圧迫感があって嫌だっていう人も正直いるかと思います。ただですね、下のこの部分は圧迫感があったりするとちょっとなんか嫌だっていう人もいるんでしょうね。僕は圧迫感はともいいんですけど、ちょっとここはゆとりがありますね、この部分ですね。で、上半身のまとまりが良くて、ウェアの絹ずれがなくてですね、まあこのウェア僕的には結構好きですね。で、背中はこんな感じです。蛍光色で、もう蛍光黄色なんで、非常に僕の中では、いいウェアですね。もう目立つしね。目立つの大事ですから。まあ皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけど、僕はね、タイツでランニングするのが一番好きだし、一番パフォーマンスが合ってると思ってます。今回ですね、使うウェアはこちら、ショートタイツになります。人生で初めてこういう短距離が使うようなショートタイツ買いました。早速ね、履いてみようと思うんですけど。こんな感じですね。前から受けて風が中に入るとこうバサつくじゃないですか。これはちょっとこう風が逆に入りにくいようにできていると思います。まあひょっとしたら地域によっては暑いと感じるようなウェアになるかもしれないですけど、バックがですねバカッと開いてるのと、ウェアの生地がちょっとこう開けるようになってメッシュになってるんですよ。実はこう伸ばすとわかるんですけどね。でそういうところからちゃんとこう熱が出るように工夫されていて、暑さがですねこの服の中に困らないようにっていう工夫自体はされてるウェアなんですよ。皆さんはどういうウェアが好きかどうかっていうのは、まあ、なんか昔のこう御山の人たちはですね、いやいやもうこんな全部メッシュ効いてて、こう通気が良くてっていうのを基本にされる方多いと思うんですけど、僕はね、体にフィットしてるタイプの方が好きなんですよ。まあもちろんね、圧迫感があって胸が抑えられてるとか、お腹が抑えられてるとかっていう、なんかそういうのはあんま好きじゃないんですけど、こうピターっていう感じですね。じゃあなんで、タナさんってタイツでフルマラソン走るんですかっていう話なんですけど、まあね、残念ながらね、僕結構またすれするんでね、それが気になるのが、まあ一つです、正直言うとね。自分の走ってる体の感度って、ウェアがこう、ピチャッとこう密着してる状態だと、感じやすいんですね、フォームのズレとか、変化とかっていうのを。そういうところも含めてですね、僕はタイツが一番いいなと思ってるので、このタイツでよくマラソンを走るようになってます。まあそもそもね、トライアスロンやっててね、タイツは嫌だとかっていうのは、まあ根本的にまあないというわけですよ。で、なので、今回はですね、こちらのウェアで走りたいなと思います。こんなものも買いました。水を含むと、
頭をですね、冷却するようにできている、帽子です。水をですね、しっかり吸水して、水分が垂れないほどに水を絞って、3秒から5秒ほど強めに絞るという工程を踏むことによってですね、被った時のですね、ひんやり感が出るということです。まあ、今回運んで雨なんですけど、まあ、とりあえずですね、ここにこんな感じで、かぶってですね、ここに、ちょっと今日はカメラをつけてですね、走るようなスタンスを取っていきたいなというふうに今回は思っております。ぜひですね、まあ、見かけたら声をかけていただければ幸いですということですね。半蔵を買ったじゃないですか。で、半蔵ね、正直言いますよ。滑る。雨のランニングは、ラバーだとどうしても滑るんですよ、実は。どうしようかなっていうふうに、ちょっと正直思ってたんですけど、そこでですね、たまたまそういう機会があったので、残念ながらね、まあ名機だなと思っていたアディゼロシリーズがね、こちらですよ。アディゼロ匠レンです。今日は視聴していただいてありがとうございます。ノーランニングローライフ、タナでした。またよろしくお願いします。チャンネル登録はこちらです。